ぼやきに愚痴が止まらない7月17日の試合後巨人戦虎ンとの短い会見の中5回もちぐはぐというフレーズが出た岡田五六は他球団の監督も注目しているそれを巨人の監督が明かした阿部慎之助だゲームのポイントとして挙げたのが6回1死の場面1点差で一塁走者が大山で打席に坂本 ここで阿部の頭に岡田の言葉が浮かんだ。走れ、走れというのに、走れへんから、という16日の試合後のコメント。動いてくるならここかな。ピンときた。カウント2月2日からの5玉目。あえてカウントを苦しくするリスクが分かりながら、外角に外した。大山が走った。エンドラン、坂本は食らいつくしかない。だが、まさかのハーフスイング。阿部の読み通りになった。 空振り三振で大山は盗塁し、三振併殺で巨人はピンチを立ち、阪神はチャンスを逃がした。岡田の愚痴が、相手にヒントを与える結果になった。これも岡田が口にしたちぐはぐの一つだったが、この試合、岡田は大胆な手を打った。一番の愚痴から始まり、上田、トヨタの本来控え組を先発で起用。地下本中野をベンチスタートにした。 先発メンバーが発表された時のどよめき。これは岡田が温めていたプランだった。若い選手を頭から使う。そういう時があってもいいのかな、と考えていると確かに語っていた。それをついに試した。やるからにはとことん。それが結果、はまらなかったわけだが、その割に淡白すぎるのでは。と感じさせる場面が9回表にあった。1点を追ったこの回。 1志から前川がヒットで出た打席にまた坂本ここは同点を狙って送りバントかそれとも代打かここまで切り札を出していなかったベンチには原口がいるここに来ての代打成功率の高さは凄まじいものがあるどこで出すのかだが坂本はそのままそして動きのないまま閉殺デジエンドあまりにあっさりした攻撃にスタンドはため息に包まれた スコアブックに原口の名前は記されることはなかった。岡田は簡単に諦めるような監督ではない。最後の最後までもがく。それがこの夜、見られなかった。ベンチで1点を取りにかかる。常にこの思考で進めてきた岡田だけに、この淡白さには。がついた。昨年の日本一で追われる立場になった。相手は阪神を分析し、研究する。ターゲットになり、 岡田五六も攻略の糸口にしてきてきいるそれを超える。だが、残念ながら現状、力が伴っていない。休演まで残り3試合、貯金は2があり、3連敗しない限り、借金にはならない。ただし団子状態のペナントレース、上に3チームいるのは厄介な状態だ。簡単に抜け出すチームはないだろうが、簡単にこぼれていくことはありえる。 まずは中盤に迎えた山場。勝負の9月、10月を迎えるためにも、ここで踏ん張るしかない。ちぐはぐに歯止めをかける。ベンチワークが問われることになる。匠ゆ之、継承略、日刊スポーツコム、野球コラム、岡田の野球よ。